ミー発見。エネミー発見。えい、こっちこっち。ありがとうな。の勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさかこの俺様が負けるなんて。一度した約束は必ず守る。ほら、パーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。レベルアップだ。大型アップデートの続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。
クレホちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も言わず出たのがダメだったの。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。ゼリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。